赤先生、俺はわからねえんだ。俺がまだ小さかった時、赤先生はよく言ってたんだ。ヒーローとは平和と引き換えに自分自身の平和を犠牲にしなければいけない。その時が来たら君は平和の代償を払う覚悟があるか。赤先生はその代償を支払った。だけどまだこの世界には多くの悪が蔓延してんだ。俺の代償だけではきっと足りねえ。うまくはいかねえだろうな。俺はウルトラレッド、最後の生き残り、三代目のレッドレンジャーだ。朝出かけた後、特に予定がなかった。この街は人であふれかえっている。なのに俺はすげえ孤独だった。周りからの視線を感じたけど、俺はそんな面白い人間でもねえんだ。だがな、友達ができた。俺たちに違いはあるけど、互いに理解し合ってたんだ。 Yo man, make yourself at home?Mi casa su casa. Want a beer? いや、飲まねえから。 Okay, that's cool. My bad, dude. I thought you were older. 飲める年齢ではあるんだ。ただ、俺は飲まない。以上。Hey man, you don't have to lie to me or anything like that. We can go get you some apple juice if you want. お前よりは年上だけどな。No shame, no shame. I have it right there in the fridge if you need it. ビールよこせよ、ガキのくせに。All right. Don't overdo it. お前、まだ最初のビール飲みきってないのかよ。ざまあ見ろ、ガキが。Hey man, you got me.え? I'm no punk bitch! Huh? 俺は、I'm no... Oh, this? I made it just now, dude. I wish I could see through it. ちょっと、貸してくれ。お前はすごいアーティストだよ。世界中に広めていくべきだ。 You should paint the world. PunkYo, what the hell are y'all doing?
に万が一なんかあったら、もしあいつが捕まったらどうすりゃいいんだ。おーい、ガキ、どこだ。おーい、ガキ、ガキ。どこ行っちまった。わかんない。そうだよな。俺がまだ小さかった時、赤先生はよく言ってたんだ。ヒーローとは平和と引き換えに自分自身の平和を犠牲にしなければいけない。
その時が来たら、君は平和の代償を払う覚悟があるか。赤先生はその代償を支払った。だけどまだこの世界には多くの悪が蔓延してんだ。俺の代償だけではきっと足りねえ。俺はやっと分かった気がするぜ。状況が前とは違うってな。